エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回は樹脂が余った時に行こう、後悔しないおすすめの秘境巡りとなります。毎日原神のデイリーなどをしていると育成も募ってきて、樹脂の使い道もどうするか悩みどころですよね。そこで今回は樹脂の使い道として後悔しない秘境を紹介したいと思います。あくまで今回は腐りにくい生物を考慮して紹介するという項目になりますので、よろしくお願いします。まず一つ目は山水の見守りです。蒼白の炎と千眼老虎をゲットできる秘境となります。蒼白の炎は物理ダメージ系ですね。でこちらに関してはエウラがいなければ厳選する必要がそこまでないので、まあ、今回そこまで重視してないです。なんですがもう一つの千眼倉庫ですね、まあ、2セットで HP がプラス 20% される他に、スキルを使用して敵に攻撃は命中すると全員のシールドが強化されるのと、攻撃力のアップですね、があります。これがサポート用に重宝する生物になりますので、まあ、HP 重視のキャラクターを育成するという時には必要な厳選材料となってきます。でキャラクターとしては、蒼白の炎はエールアが主に必要な項目となります。千眼に関してはヒッシュル、勝利、サンゴノミア、リーラとなります。まあ、シールド持ちであったりとかサポート重視のキャラクターですね、控えに回るキャラクターとなります。でこちらのマップ自体はビシャップ2体が相手となるので、シールド持ちであれば比較的攻略がしやすいかなと思います。続いてはもみじの庭です。水浴のしめ縄と絶縁の旗印がゲットできます。水浴のしめ縄に関しては攻撃力アップであったり、スキルの発動時減衰エネルギーの状況によってダメージが変わるというものになります。まあ火力を盛りたいキャラクターですね、攻撃力を盛りたいとかそういった時は重宝するものとなります。もう一つの絶縁の旗印ですが、こちらはチャージ効率ですね。あとは元素チャージをもとに火力がアップするというところになります。まあ、生物の中でも元素爆発メインのサポーターっていうのが結構多いので、まあ、そういったキャラクターと相性が良く腐りにくい生物になります。だいたいなんかサポーターって言われればこの生物が多いような気がしますね。まあ、厳選が結構大変なので、まあ、キャラクター分の異物集めついでに回すのがおすすめかなと思います。キャラクターに関しては追憶のしめ縄は宵宮とフータオ、神格などになります。まあ、神格の場合は複合ですね。で絶縁の旗印に関してはモナ、ライデン、イエラン、ディシア、ユクアキ、シャンディンとなります。このあたりもサポートで優秀なキャラクターばかりですね。でこちらの秘境はウェーブが2構成なので、倒す順番さえコントロールできれば簡単にクリアができるようになってます。凍結か炎か火力アップがありますので、その上で戦うのがいいですね。3つ目は円楽の塔となります。森林の記憶と金メッキの夢ですね、こちらの生物がゲットできます。森林に関しては草元素ダメージアップと元素に対して耐性マイナス30というところですね。草パーティーをメインで扱うなら必須の生物になってきます。熟知狙いが多いので厳選しておくと後々楽というところです。で金メッキに関しては元素熟知が漏れるよという構成になってます。でこちらも草パーティーの時に重宝する生物ですね。一人だけ森林を入れておいて、もう一人は金メッキというような組み合わせで熟知を持っていくということが多くなります。その際に両方とも使うので、両方とも厳選が必要というところですね。でこちらのキャラクターについてなんですが、森林の場合は薬術、主人公の草元素、コレイ、ナヒーダという風になります。基本的には草ですね、草元素キャラクターです。で金メッキの夢に関しましては、八重、クキ、セノ、ヒナリ、アルハイゼン、カーベとなります。まあ単体で組ませるというよりかは草元素タイプと合わせて使うっていうキャラクターたちになりますね。なので金メッキでさらに熟知を上げるための構成で、このメンバーが来るといったところになります。でこちらの秘境に関してはエルマイトリダン3体だけなので、動きをまとめたり止めることができれば簡単に周回ができるようになってます。で今回紹介した3つを回しておけばそれなりに厳選もできますし、使い回せるっていうのもありますので、まあ、キャラクターが多いって言った方がいいですね。使い回せるキャラクターも多いので、まあ、こちらの生物の紹介となります。また今回は生物改正の対象となっている生物は後回しにしています。
いらない星号を回生に回す方が効率がいいからです。では生物回生についても話していきたいと思います。生物回生をするならキャラクターの所持状態なのに合わせて回すのがいいかと思います。個人的におすすめしたいのは炎の魔女と氷風と水力の影ですね。この3つになります。で、その対象としてはまず炎の魔女、火魔女ですね。これに関してはクレイ、ギルック、クータを演飛となります。氷風に関しては神里、ロサリア、カーンウ、ガイア、超運となります。水力に関してはウェンティ、ジン、ファルザン、カズハ、スクロース、他のいい平蔵となります。まあだいたい属性に合わせたっていう感じですね。で、この3種類に関してはどれも厳選が大変っていうのがあるので、まあ、余ったやつで作るっていうのが一番いいです。特に暇女が大変ですね。その他に関しては必要性を感じる時のみ作る方がいいです。ちなみにですが、燃え盛る炎の魔女は厳選がめちゃくちゃしんどいので生物改正を圧倒的におすすめしたいと思います。樹脂の消費ですが、フィールドボスなどを倒して素材を集め回るのもいいですが、育成する上で火力の頭打ちは必ずきます。狙った生物もなかなか来ないっていうこともありますので、樹脂の消費で困った際は生物を厳選するといいかなと思います。生物は集まれば使い回しや他の生物の素材として消費することも可能です。時間がないけど消費したいという時は持ちキャラクターに合わせて秘境巡りをぜひ試してみてください。個人的にはよく回したのが今回紹介したおすすめの3つですね、となります。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。